お疲れ様です。今日は人によってはちょっとハードな一日だったんじゃないですかね。ジャンクスタイルです。今日の流れ的には大きく分けて3つですかね、昨日から始まってますトイザラスさんで始まってるこちらのキャンペーンカーの配布ですね。3000円分買うといただけるホットイールのキャンペーンですねがやってたんですけど、これが昨日のうちにもうなくなっちゃった。まだ平日始まりだからね。でなくなったっていうところがまあまああったみたいで、コメントや DM でも結構いただいてるんですけど、昨日の開店と同時とか午前中ぐらいとかで終わっちゃったよっていう話も聞いたんです。私のところは夜までねあったんですけど、まあこれはいただいたんですけどね、詳しくは昨日の動画でどうぞ。はい。ですが、すいません、ちょっとねまだねぶっつぶつができてるんで、ひょっとしたら腕ちょっとそういうの映ったら申し訳ないです。まだ完治はしてないんですよ。アレルギーがね出ちゃって、まあ、こちらに関してはそうですね、今日も残ってるっていうところもあると思うんですけど、なかなかね厳しい戦いになってたみたいですね。でも店舗によってバラバラなんですよね。入荷個数というか配布個数というかね。なんで端によって、10個が最低なのかな。で、20個とか30個とかっていう感じらしいんで、平均したら大体多分20個配布なんでしょうけど、多分客数とか売り上げでね、なんだろう、振り分けてると思うんですけどね。そこはやっぱ20個平均ぐらいでしてほしかったよね。30個はちょっと多すぎかなと思うんで、残っちゃうよね、多分ね。って感じで、まず一つ目はこちらのね、ホットウィールのキャンペーンカーの配布、ポルシェ、なんだっけ、993GT2 ですね。はい。です。これめちゃくちゃね、綺麗でかっこいいんでね、皆さんの手に渡ってればいいですがね、欲しい人の手にね。で、このキャンペーンは昨日からなんですけど、今日本日の発売としては、ホットイールは、YSP ですね、YSP のアスコート。私こちら買ってきました、ホンダ S2000 ね、なんですけど、これもまあまあね、各地でいろいろあったみたい。一店舗にまあ1ケースとか2ケースしか入らないって言われてる方がね、結構多かったんですけど、まあでも普通、そうだよね。こういったベシカのサイドラインって私言うけど、テーマアソートっていうんです。なんだろう、ベシカ仕様のね、普通のホットイールっていうか、なんだろう、ベーシックカーじゃないやつ。え？アソート？え？なんだ？メインラインとかじゃないやつ。そう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 。なんです。大体でも1ケースか2ケースだから入るのがね、多いところで3ケースとかかな。普段もそんな感じなんで、YSP の時だけね、なんか多いとかそういうのは多分ないなとは思ってたんですけど、実際そうで、少ない少ないって言われるけど、普段もそうだよなーとか思いながらね。ただ、予約等々ができてない方にとってはね、コンプがちょっと難しいよとか、例えばトイザラスさんに並んで、YSP のね、今日の発売分のやつを買って、3000円行かせて、だから6台だよね。最低6台買って、こちらのね、キャンペーンカー、ポルシェをもらおうと思っても、もらおうとしてたけど、全然無理だったっていう方もいらっしゃるようですね。トイザラスさんも、2ケースとか3ケースとか、そのぐらいかな。なので、ちょっときつかったんじゃないかなと思います。中にはね、ほとんど競合する人がいなくて、YSP のアソートね、全部買って、10種類なんですよね、全部で。買って、キャンペーンカーもらったよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、そういう方の方がちょっとまれかなっていう感じですね。で、私これ1個しか買ってきてないようで、これね、これ、はい、届いております。予約してました。ちゃんと。あれ、こんな手紙みたいなのついてた、今まで。知らんかった。そう、なんです。で、まあ、こちら、ケース買いがしやすかったというか、全部で10種類で、まあ、各1個ずつね、入ってるんで、なんだろうな、普通のテーマアソートだと5種類で2個ずつとかね、6種類で何かがダブってるとかいう感じになっちゃうんですけど、今回のね、YSP に関しては、なかなか買いやすかったんじゃないかなと思いますね。で、今回の YSP のアソートね、まあ日本車が入ってるからね、人気かなとは思ったんですけど、やっぱり新車もね、入ってるんで、何種類だっけ？
3種類かな確か入ってると思うんで、これもねちょっとこれだけ買ったっていうのが理由があるんで、まあこれ開封するときにねやろうかなと思います。でイオンさんですね、こちら、買ってきましたよ。日産シルビア トミカプレミアムなんですよね。販売店限定とか珍しいですよね。なのでなんだろう、イオンさんでも、もう開店と同時になくなっちゃった、いわゆる瞬殺状態だったよっていうところが多かったみたいですね。一人一個制限でもまあ無理だっていうね。昼からとか、まあ朝、開店時間、まあ、だいたい9時じゃないですか。10時ぐらいに行ったらもう全然無理とかね、いう方も多かったみたいですね。だから、YSP、トイザラスさんでね、まあキャンペーンカーをもらおうと思って、トイザラスさんに並んで、その後、イオンに行ったらまあないよっていう方も多かったみたいですね。まあ私はね今日はイオンから行くっていう風に決めてたんで、まあ良かった構想した感じなんですが、それもこれもなんだろうな、これって予約でね変えてたっていうのと、あとキャンペーンカーは昨日のうちにね手に入れてたっていうか、まあこれいただいてたんですけど、そういう風にちょっと事前に動いてたんでイオンさんに行けたっていうのがあったんですよね。ただねみんながみんなそんな感じに動けないですからね、なかなか平日にトイザラスさんに行けないよとか、ちょっと予約で遅れて予約しそびれたよとかね、ワイスピのアソロとなんでちょっときつい感じだったんじゃないですかね。で、あ、そうだ、イオンさんといえばこちらもですよ、警察仕様のやつですね。これはそんなに売れてなかったね。まあまあ残ってたと思う。まあ、いつも通りぐらいですね。だいたいまあ1週間ぐらいで履けるような感じじゃないですかね。ただまあ、こちらのシルビアに関しては、6台しか入ってないっていうお店もあったみたいですね。で、多分1箱が10人なのかな？私が行ったイオンは24台入ってたんですけど、その近隣のイオンは12台しか入ってないとかでね、なかなかね店舗による入荷の差っていうのもあったんで、そういうのもあってねちょっと手に入れづらかったよっていう方もいらっしゃるかもね。あとこればっかりはねちょっと悲しいお知らせだけど、転売でしょうね久しぶりに私あんまりこういうのって転売やってもそんなに利益出ないからさ意味ないよとかやんないよとかやる人いねえだろうとか言ってるけど、これに関しては転売屋さんがいらっしゃったみたいですね。実際私が買いに行ったイオンさんもすごい買ってて、何台かな、5、6台つまんでて、いやそれ1人1個だよって言ったら、あ家族分ですとか言われて、家族総出できてんのかいとかねあとなんだろうな、絶対トミカとか興味、まあもしかしたら頼まれてるかもしんないよ。なんかねすごいもじゃもじゃ頭のおばあちゃんがこれね買ってったって、日産シルビアね買ってったっていうのを見てますし、なんかそんな感じの話をちらほらと聞きますし、で今なんだ、午前中の段階でなんかメルカリ相場が教えていただいたんですけど3000円ぐらいって、これまあだいたい1000円弱なんで送料込みでそうだね2000円ぐらい利益が出んのかな。なかなか大変ですね、朝から並んで。私はちょっとやろうとは思わないですね。1個に対して2000円ぐらいじゃね、それも3000円も多分午前中までで今落ち着いてんじゃないかな。だからまあ利益出ても1000円ぐらいでしょおそらくと思うんですけど、なかなかそこはね転売屋さんもイオンマニアもいらっしゃるのかな、イオン限定物を集めてる、昔ほら企業のノベルティマニアみたいなのもいらっしゃった、今もいらっしゃるのかな、なんですけどイオンで書いてあるものは全部買うとかね、グッズとかね、こういった限定物とかね、そういう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。普段ミニカーとかねトミカとか買ってない層も買われてったんじゃないかなっていう感じですね。まあ転売やうんぬんっていうのはちょっとあんまり言いたくないけど、そういう方もいらっしゃいますしね、いらっしゃいますしねっていうか断定しちゃいけないけど、まあ実際そうだよね、フリマアプリ出てるからね実際ね。あとは山田電機さんですね。山田電機さんで今月のベーシックカーメインラインと単品販売発売された時にメインラインの方、アソートの方ですね、間違って JB アソートかなを、入荷してそのまま販売しちゃったっていう事件があって、事件っていうかね、でこれは私の過去の動画でも取り上げてますんで、よかったらねそちら見ていただきたいんですけど、なんとね再販売されるっていうことで、
今日だったんですね、9月23日。だからいろいろ重なってたのでちょっとねって感じだったんですけど、そのワイスピのアソートの発売日とイオン限定のトミカでしょ、あとトイザラスさんのキャンペーンもあったんで、なかなかね人がね多分そんなにいないかなと思ったんですけど、実際どうだったですかねどうだったですかね。今月トレジャーハントがあんまり入ってなかったんですよね。ちょっと持ってこようと思ったけどめんどくさくなっちゃったすいません、動きたくない白バイみたいなドゥガティですね、なんですけど、知人がね再販の方、再販売で今日ゲットできたよという方もいらっしゃいますし、グロリーチェイサーがスーパートレジャーハントだったんですけど、あったみたいですね。よかったね。ほんとね、おめでとうって感じなんですけど、縮小やりやがったなーっていう感じですね。再販売。まあ、私もちょっと少なからず貢献はね、してるんで、何パーセントかは私のおかげだよねっていう話はしたんですけどね。まあまあ、ほんと、私の貢献なんか少ないもんですけど。で、私も行ってみたんですけど、やっぱりね、今月ちょっとね、ダブリがひどいんですよ、かぶりが。で、私が行った山田電機さんの箱は、なんだっけ、先月のそうだ、ホンダのカフェレーサーのやつが3台か4台あって、CRX が3台か4台入ってて、もうそれだけで6台ですからね。あ、そうだ、入荷もなんかバラバラだったみたいですね。なんか私が行ったところは1ケースだったんですけど、2ケース入ったよっていうところもあるし、なんで思ったよりね、ちゃんと入ったっていうか、もしかしたらその箱単位、ケース単位の販売じゃないかもねっていう話だったんですけど、ちゃんと準備はね、されてましたね。むしろいつもにも多いというところもあったみたいなんで、よかったね。それはよかったよね。で、私、買うものなくてさ、本当に。私が行った山田電機さんは、私ともう一人の方しかいなかったんですけど、まあ、分け合いながらというか、見ながらね、なんか、ないね、ないね、とか言いながら見てたんですけど、まあ、とりあえずベンツあったんでね、買ってきてます。これだけ。これだけっすね。これも先月のアソートものなんですけど、今月のアソートのものもほとんど買っちゃってるしね。あ、クールコンビ買ったら、まあ、クールコンビは譲っちゃった。私も結構買ったしな、クールコンビ。一応、デコボコは見た。へこみとね、あれは見たけど、へこみじゃなかったしね。もういいかと思って。あと、今月のアソート買うべきもの、なぁ、買った気がするなぁ。で、もう一件ね、山田電機さんにも行ったんですけど、もう抜かれた後で、一応数えたら、6個抜かれてたのか、7個かな。まあ、5か7ぐらい抜かれてたような気がします。なので、まあ、ちょっと買うものなかったんでね、買ってないです。なんか散々うろうろして、これしか買ってなかったっていうね。あとそうだ、うろうろって言えば、西松屋さんも行ったんですけど、全然ファイブカーパック更新がなくて、スカメイヤあったんで買っちゃった。これも、我が家に結構あるからさ、もういいかなと思ったけど、まあ、ちょっと安いしね。これ、かなり、私んちの在庫あるんで、もし持ってないで欲しいよという方いらっしゃったら、あげないか。あげないか、さすがに。じゃあ、今日はどうしましょうかね。まぁ、ちょっとこれは関係ないですね。今日の発売とは関係ない。今日の発売とか今日の流れとは関係ない感じなんですけど、ちょっと今からワイスピのアソートを開けようかなと思ったけど、ちょっと時間がかかりすぎてるんで、今日の振り返りでね。何を見にか開けないのもちょっと寂しいので、あ、トミカ行くか。トミカ2台今日開けちゃいましょう。じゃあまずはこちらから行きます。イオントミカ。いわゆる、警察仕様のやつですね、今。ナンバー70、スバル360、ドイツ警察仕様ですね。私これ結構楽しみだったんですけどね。最近そういやこれよく出るね。なんだろう、歴代名車とか、あと伝統工芸だっけ出てましたよね。これってさ、このカラーリングって、なんだろうな。いいね。ボンネットあったよね、確か。そうそう、なんもないけどね。そう、このカラーリングってさ、なんか既視感強めですよね。なんか、他のメーカーでもかな、トミカでもあったのかな、ビートルでこのカラーリングのやつって結構あったと思うんですけど、それをテントウムシでやっちゃうんだ、みたいなね、感じで。お、これいい感じっすよ。
これかなり残ってた。あ、でも入荷も多かったのかなだと思うんで、そう。これは残ってると思うんですよね、普通に。まあでも、多分ね、だいたい1週間、2週間ぐらいで、どんどんなくなっちゃってるっていう感じだと思うんで、多分ね、残ってると思うんで、残り何回言ってんの結構いいよ、これ。これおすすめっすね。ビートルのこの、どこのメーカー、まあでも結構いろんなメーカー出してたよね。マジョレットとかもありましたよ、確か。あとどこだ、ホットウィールもあったっけな、覚えてない。でも、既視感はあるよね。絶対見たことあるよね。3インチでいろんなメーカー出してますよね。うん。やっぱいいよね。まあ、個人的には、ちょっと非常に楽しみにしてたんで。いいね。発色もいいしね、緑も。これも、穴開けてんのかなですね。よかったらね、本当すごくいい1台なんで、元のキャストの出来もいいしね、いかがですかね、いいよ、本当にいい。じゃあ問題の日産シルビアですね、これもイオン限定なんですよね。これなんか黒地にピンクでイオンって書いてあったら、すごい、なんだろうな、80年代チックだよね。なんか今日店頭でこうパッケージ見た時に、なんか古臭って思いましたね。あ、そういえばこんなの書いてあるんですよね。書いてあったっけ、今まで。ないよね。で、これね、これもあれだよね。廃盤になって久しいよね。もう1、2年なるのかな。で、こういった限定カラーで手に入るよっていうことでしょうね。通常というかね、限定じゃない。なんだ定番の方もうなかなかね、良かったというか、普通のカラーリングでしたね、でもあれ。黒がね、どんな色かなと思ったけど、まあ、ただの真っ黒ですね。あ、普通のやつ持ってくれよかったね。いつもそう、私用意してないんだ。スケールはね、62分の1で。ギミックはあったっけ？扉が開くね。扉開きますね。あとはサスペンションもあり。他は特に変わったところ。担保が、あれ？こんなとこあったっけ？担保。ここ。ありましたっけ？覚えてない。で、他は一緒かな？多分。ホイールも相変わらずですね。ちょっと墨入れしたくなるタイプの。でもなんかメッキ感がすごい綺麗。こんなに綺麗出したっけ。どうかはこんな。まあ基本的には色変えなんで、特に仕様変更はないと思うけど、ここも担保が気になるな。ありましたっけ、持ってこいってね。うん、なかなかいいっていうか、まあシルビア、そうだね。人気だし、やっぱ限定。販売店限定っていうのが珍しかったかな。今日バカ売れしたっていうか、アホみたいに売れたっていうのは、まあ、入荷数がね、まあちょっと違ったっていうところもあったと思うんですけど、それでもまあこういったトミカが24台ぐらいが一瞬でなくなるっていうのはなかなかないですよね。まあかっこいいけどね。でも正直、まあ手に入ったから言えるのかもしれないですけど、転売価格で買うほどじゃないから、ちょっと落ち着いたら。でも分かんないからね、どうだろう。プレミアムって相場が分かんないですよね。トミカプレミアム、なんか急にめちゃくちゃポーンと跳ね上がったりするんでしょ。今が多分、分かんない、よく見てないけど3000円って言われたけど、時間が経ってるから、まあ、2000円台後半としても1週間ぐらい経って下がる場合もあれば上がる場合もあるしね。これなかなか難しいよね。やっぱり発売日に買っておいた方がいいんでしょうけど、でもなかなか難しいよね。今日トイザラスさん行って、でイオンとかって回った方はまあ無理だったろうし、イオンの方が多分回転早いから、イオンでね先にこちらのトミカの方購入して、じゃあ YSP 並ぼうと思ってトイザラス行ってもほとんど買えなかったよという方もいらっしゃると思うし、キャンペーン感もなくなってたという方もいらっしゃると思うし、なかなか難しかったですよね、本当ね。まあ、もの自体はね、すごくいいと思いますけど、これね、これ。まあ、でも、散々なんかシルビア最近よく出てんな、これな。まあ、今日9月23日起こったことをいろいろ振り返ってみたのと、トミカの開封、たんですけど、どうですかね、どうですかね。まあ、これ救いなのが2種類とも
イオン限定だったっていうのが救いだったというか、一箇所で済んだからっていう形でもありますね。これがまた別のところ、ドンキホーテはないかな、イオンあのトミカ限定か、あどこがあるかな、まあどっか家電系、ヤマダ電機かなとかだったらまた行く場所が増えるというか、ルートが変わっちゃうとかなると思うんで、まあいっぺんに済んだのは良かったですよね。まあ冒頭の繰り返しになるけど、ちょっと今日はいろいろハードだったという方もいらっしゃるんじゃないかな。あとトイザラスのキャンペーンかね、目指してあの YSP も買おうと思って並んでって、その後イオンに行ったら全然なかったという方もいらっしゃるかな。なかなか難しいね。欲しい人みんなにね行き渡ればいいんでしょうけど、これもなかなか、うん、地域差とかね、店舗差とかもあるからね。あとまあ前日から動くとか、その前からまあ予約とかで動くとかね、できればいいけど、まあできない方もいらっしゃいますし、あそうだ、シルビアなんかこの辺はイオンスタイルで普通に予約取りあったよな。あでもあれも平日だったか、だよね、ついよな何かとまあアンテナ張り巡らせてね、あの行きましょう。あとどうしてもの場合はね、代理購入とかしていただける友人知人とかね、作っておいた方がいいかもしれないですね。まあ、全部が全部集める必要はないと思うし、なんだろう、手に入らなかったっつってね悔やむこともないっつうかね、自分は手に入ってるからそんな風に言ってると思われるかもしれないけど、手に入らなかったものの悔やむよりね、また次また来週もちょっといろいろやべえからね、お金使っちゃうよ、なんでまあ振り返らずにね行った方がいいんじゃないかなと思いますよ。じゃあ明日はね、YSP の方どんどんね見ていこうかなと思いますんで、よかったらチャンネル登録をしてお待ちください。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。